で、伊予津線の鉄橋なんだね。のどかだね。やっぱりこう本州のこう街並み、なんか北海道にはないこの雰囲気ね。海だ、まあ、ここ京都なんだよね、京都府。まず今回最初に降り立った本州は京都府から始まります。波も穏やか、やっぱ湾だしね、若狭湾だった。天の橋立てね、めっちゃ綺麗だったね。めちゃめちゃ綺麗だった。これはやっぱり上に上がってね、見ておくのがいい。で次は稲、稲に向かいます。稲に入ったね、いい感じ。もうすぐ海なんだ。すいません、バイクの駐車場とかって、あ、向こうに。
次とご飯が食べたい、すごくご飯が食べたい。ただいま12時48分だね。暑い。やっぱり舐めてた。9月はまだそうだよね。暑いよね。暑い。道はやっぱ細い。あ、で、暑い。いや、暑いしか出ないね。やっぱ曇ってきてるじゃん。すごいね。めちゃめちゃ曇ってきてる。まあ、明日一日台風やり過ごすのに鳥取で連泊に、この次行くね、鳥取で連泊にしたんで、はあ、暑いのは、いやほんとこれ山とか走ってる方は涼しいんじゃない。